日本屈指のニュータウンである多摩ニュータウン、その中心として名付けられた多摩センター。今回は多摩センターの街並みがどのような思想を持って設計されたのか、駅前より散歩をしながら読み解いてまいります。多摩センターは多摩ニュータウンの商業、業務、文化の中心機能を有する都市センターとして位置づけられています。まずはその機能が最も色濃く現れている駅前よりスタート。京葉線、小田急線、多摩モノレールが乗り入れます。駅前にはこのような大通りがあります。パルテノン大通りと申します。商業の中心地であります十字街、ショッピングセンターのココリアやホテルが立ち並びます。ココリアはかつて多摩そごうでした。つまり百貨店です。そごう撤退後は三越となり、そして現在に至ります。その蓮向かいには丘の上プラザ伊東洋華堂です。そごうと伊東洋華堂で対になって晴れの日、毛の日の商業施設の役割分担を果たしていたのでしょう。向こうにはサンリオピューロランド、それから手前には丘の上パティオがあります。さらに駅からまっすぐ行った正面のところ、突き当たりにパルテノン多摩がありますけれども、これについては後でご紹介いたします。それではサンリオピューロランドの方面に歩みを進めてまいりましょう。左手に銀行が立ち並ぶ区画があります。サンリオピューロランドで遊ぶ方も、それから先ほどの商業施設で買い物を楽しまれる方も、ここでお金を下ろせばよろしいというわけです。なんと合理的な設計でしょう。それから右手のところ、現在見切れておりますが、ベネッセの高いビルがあります。ですから麓には某虎のキャラクターと某猫のキャラクターがコラボをして立っているわけです。これお子様に大変人気のご様子。そしてようやく到着いたしました、サンリオピューロランドです。サンリオピューロランドは1990年の12月7日に開業いたしました日本初の屋内型テーマパーク。梅雨の時期でも大丈夫です。十字街に戻りまっすぐ進んだところ、正面にパルテノン多摩があります。パルテノン多摩は愛称であり、本名は多摩市立複合文化施設。市民ホールや市民ギャラリーなどを兼ね備えた多摩センターのシンボル的存在です。このように駅前に来れば生活に必要なものは一通り揃えますし、潤いを添えることもできます。またパルテノン大通りではイルミネーションや夏祭りなど様々なイベントが春夏秋冬を通して活発に行われております。次はパルテノン多摩の裏手にある多摩中央公園を抜け、住宅街の方に進んでみましょう。多摩中央公園はさりげない空間の創造をテーマに整備された公園です。11万平方メートルを超える敷地の中に広大な池と芝生が整備されており、地域住民の憩いの場所となっております。公園の端にひっそりと立っているのは旧富沢家。現在の多摩市蓮舫氏の名家で、明治天皇の行幸の際には御所給所として利用されたこともありました。これは蓮舫寺から移設されたものです。公園の出口に差し掛かりました。左手の坂道を登ると多摩市立図書館、右手側にはオーベリン大学があります。この大学のカフェやレストランは一般客にも開放されているようです。また地域住民向けのカルチャースクールも充実しているそう。階段を上るとなかなかおしゃれな感じの住宅街が現れました。プロムナード多摩中央です。オイルショックによる住宅需要の激減を受けて、ニュータウン建設は迅速に大量の住宅を供給する方針から、時間をかけて理想的な都市を作る方針へと転換しました。
それを代表するのがここプロムナード多摩中央に立ち並ぶプラスワン住宅です。プラスワン住宅とは通りに面してガラス張りのフリースペースが備え付けられた住宅のことです。このフリースペースで趣味活動アトリエなんかを開くことにより地域住民とのコミュニケーションが図られ、暮らしにプラスワンの彩りが生まれる、そのような効果を期待して作られたものだそうです。駅から公園を突き抜け、住宅街を通り抜けて、現在宝野公園の前にいます。ここからは富士見通り、それから奈良原公園、鶴巻地区の方を通り、また駅の方に戻りたいと思います。この住宅街の特色は、なんといっても公園が街の骨格を成しているということにあります。通常街の骨格を成しているものは道路なんですけれども、この住宅街では公園緑地が主体となっているわけです。ですから住宅街に細長い公園緑地がまとわりつくように配置されています。また街の景観を重視し、見る見られるを意識したビジュアルプランに基づいて設計されていることも、この住宅街の特徴と言えるでしょう。景観計画ではとりわけ山の景観が重視されたほか、建物周りの街並みといったスケールのみならず、街全体を総括した眺め、これが重要視されたそうです。ですからこの富士見通りなんかは、ちょうど富士山の方面に向かって一直線に伸びた設計をしており、晴れた日、冬の晴れた日にはここから富士山をよく眺めることができます。さらに自分たちの街を見渡すことができる場所を提供しよう、そういう観点から、地区のあちらこちらにこのような見晴らし台があります。小高い丘でございます。町全体が公園のようなこちらの住宅街は1980年代の前半に設計されたものです。当時としては極めて斬新なものでした。住宅公団がこのような贅沢な住宅を供給することについて批判の声も上がっていたそうです。ですが結果としてこの町づくりは様々な賞を受賞することとなりました。この右手には小学校がありますが、さらにこの先左手側にもまた小学校があります。子供の多さを伺い知ることができます。しばらく歩いていきますと、左手にひときわ大きなオフィスビルが見えてまいります。これは KDDI のビルです。中には研修施設や展示施設、それからホテルなんかも入っているそうですよ。近年多摩市は奨励金の交付などを通じて企業誘致に積極的に取り組んでいるようです。特に本社の誘致を推進しているとのことです。さらに企業誘致が進めば、もはや都心の方に出勤する必要もなく、生活のすべてがこの多摩センターの中で完結するようになるかもしれません。多摩センター駅の南西の方まで戻ってまいりました。今左手には NTT のビルがあります。それから曲がったところ右手には多摩郵便局、また映像には映っておりませんが、左左折してちょっと進んだところに多摩中央警察署、警視庁があります。多摩センターは商業文化の中心機能の他に業務の中心機能も担っておりました。この辺りはその特色が最も色濃く現れているところかと思います。多摩モノレールの駅が見えてまいりました。駅前まであとわずかです。この辺りは結構広い駐車場がまだ残っています。この土地は多分なんか持て余しているんじゃないかと思うんですけれども、将来的にはまた何か新しい建物が建つかもしれません。
一通り歩き回ってまた十字街に戻ってまいりますと、随分とかしましくなっております。真ん中で大道芸のようなことをやっているようです。人でも随分増えました。撮影日は休日、これぞ多摩センター本来のにぎわいといったところでしょう。さてこれで散歩は一通り終了したわけですが、視聴者の中には一つ気づかれたことがあったかもしれません。実はこの散歩はほぼ全てが歩行者専用道路の上で完結しているのです。多摩センターの街は自動車用の道路と歩行者用の道路ができる限り平面交差をしないように設計されています。ですから自宅から駅、商業施設、公共施設、このようなところに横断歩道を一切渡ることなく行くことができるわけです。高度経済成長期やバブル期などは交通事故による年間の死者数が1万人を超える勢いで増え、交通戦争という言葉が生まれた時代でもありました。そのような情勢に鑑みれば、こういう街づくりはまさに理想的と言えます。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、低評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。